はい、皆さんこんにちは。今日はですね、これトゥーホイールクール、中に貼って、群れを防ぐってやつですね。これは素材はシリコンですかね。ちょうど頭に接する部分が突起が無数にあって、健康サンダルみたいな感じですよね。ああいう感じのイメージしてもらったらいいかと思います。これは私が使っている王子系兜ですね。王子系兜のカムイ2になります。これのインナーの上面部分に貼って使ってみたいと思います。カムイ2ですね。はい、貼ってみるとこんな感じですね。これは特に両面テープだとかボンドは使いません。ベタベタっとした素材でできてるんで、ただ置いてあげるだけで固定ができます。で、このカムイ2なんですが、サイズが L なんですよ。私の頭にはちょっとだけ大きめで、走行中にですね、下にずれてきてクイッと持ち上げる仕草をよくやってます、動画内でも。なのでこれはサイズ調整にも適しているかと思いますね。ヘルメットのサイズが M だと窮屈なんですが、 L だとちょっと大きいっていう中間サイズの、頭の持ち主、これいいと思いますよ。それではかぶり心地を実際に走って試してみます。はい、左手に見えてるのは筑後川ですね。遠くの方に大関が見えてます。さて、ヘルメット内部の、この商品の感想ですね。ほんのちょっとだけ頭皮が痛いんですが、蒸れは案外抑えられてる、抑えられてますね。ちょうど頭のてっぺん部分をね、風がね、通り抜けていくのが分かります。特に夏はね、ヘルメットの中が蒸れるので、気になった方は使ってみてはいかがでしょうか。おすすめ度5点中3点かな、星3つです。ところでこのマジェスティ、今のところですね、ハンドル周りをねいじってますね。メッキパーツにちょこちょこ交換したりして、ドリンクホルダーもつけて、あとスマホホルダーもつけましたけど、これはちょっと角度が悪いんでね、考えたいと思います。さて、ここは大関のちょい下流の駐車場ですね。こちらで一服して帰りたいと思います。ここはシーバスを釣りに来る方が結構いるんですよね。そして筑後川っていうのはシーバスのメーターオーバーの実績がかなりあります。かなり大きな個体がたくさんいますので、シーバスを釣ってみたい方はおすすめですよ。そういえばメーターの LED 照明ですね、照明の LED を打ち替えました。カラーをブルーに変えたんで、もともとの、メーターのですね、文字部分がピンクなんで、夜になると紫に光ります。なので、後で夜の映像も、動画にしておきます。メーターのカラーを変えたいなと思っている方は参考にしてみてください。それではここで一服しながら写真でも撮って帰ります。ご視聴ありがとうございます。We'll be right back.
最近カスタムした部分です。スイッチボックスをメッキのものに変えました。すごく大変でした。あと、ブレーキのマスターシリンダーもメッキのカバーですね。それとハンドルグリップ、ブレーキレバーはまだ、注文中です。届いたら買います。こちらもキラキラしてます。あとドリンクホルダーもつけてます。